そう、8時からドラクエするので、ちょっと先にね、固定、定型文同時配信って言ってるんだけど、同時にするのは8時からです。チャンネル登録者数がさ、今ちょっとびっくりするぐらい伸びててね、ドラクエ効果でしょうか。ありがとうございます。ちょっと年内300はちょっと厳しいかもしれない。3000か、3000はちょっと厳しいかもしれないけど、2700はいけるかもしれないくらいになってきました。とかちょっと言っちゃう。ハートありがとうございます。クマありがとうございます。早っ、ジパング直行してヤマトノオロチ通した。早っ、もう船ゲットしたん？早ない？でももうクリアしたっていうやつ見た。で、クリア後が全然違うみたいなのを見た。今はアカン期間やから載せられへんけど、めっちゃ違いますみたいな言うのを見た。楽しみ。ロマリア早っ。でも今日行けるぐらいちゃうかな、ロマリア。どうやろ。一般も落選。うわー、そうなんや。もうあとはポチポチやね。ポチポチや、ポチポチ。クマありがとうございます。そう、伊達じゃないメガネです、これは。ガチメガネ。伊達メガネさ、実は持ってるんやけど、一回きりでつけたことないですね。友達とゲットしたけど、お揃いで伊達メガネ買ったけど、それ以来つけてないけど、ちょっとつけてみたいなとか思ってる。クマありがとうございます。そう、ドラクエくじといえば、そう、今日さ、朝のポストにみんなに見せたいとっておきのものがあるって書いたんですけど、それを今から見せたいと思います。みんな最善、DMM 最善、みんな DMM って言ってるね。やっぱすごいか、倍率。ね、DMM でぜひ見届けてください。いきます。てってれー。長いな。久しぶりやね、てってれー。本当に自分でも言うっていうね。じゃーん。ドラクエくじでね、飾りたくなるでしょうの、この姉が一番狙ってた、一番狙ってたこのパネルをママが引きました。すごくない？だったらー。ほんで、さらにですよ。だったらー、店長2枚目。すごくない？ママが2枚連続で引いてんって。くじにはちょっと自信ないんでね、すよママめっちゃ、もともとくじ運めっちゃいいんですけど、いや、これはさすがにすごくない？しかもめちゃくちゃ引いたうちのとかじゃなくて、ほんまに4回引いて2回タオル2回これやったんですよ。すごくない？むちゃくちゃ引いたうちのこれとかじゃなくて、ママの相変わらずね、引き強いよね。まあそこそう、にね、柄は選べたから、その新旧にしたらしいんですけど、いや、それにしても箸置きがだいぶありますもんね。2枚すごくない？じゃーん、ほんまかっこいい。姉的にはこれを一番狙ってたので、一番これ狙ってたんですよ。このパネル、ライトが欲しいみたいな。パネルが一番欲しかったんですよ。だからめっちゃ嬉しい。じゃん。エモい2枚にしたらしい。すごいよね。あと2枚はこのタオル。でもこのタオルもさ、めっちゃ使い勝手、一番使い勝手いいよね、これが。だって普段使えるやん。じゃん。いや、相変わらず引きが強い、ママは。クマ、ありがとうございます。じゃん。どこに飾ろうかな。やっぱここに飾りたいけど。なりたいね。いやー、いいねー、いいもうね9も3と3は一番やった。
もう何百時間けど、どうですか3、ちょっとあの目がちょっと R 版の見せるタイムあれですよね、 R 版の年頃なんで、かなり新しいドラクエ3はちっちゃくないですか。苦人良すぎるので、私の初日公演を応募してもらいたかったカーリーね、そうリオピの生誕祭出るんですよ、嬉しい。リオピの生誕祭2年連続出れるのも嬉しいし、あのさらに M の公演がね、多分1ヶ月ぶりくらいなんですよ。そう久しく公演出てなかったのはちょっとリハーサルがあるからなんですけど、久々に M に出れてね、まあ、リオピの生誕祭なのでリオピ推しの皆さんにぜひ入っていただきたいんですが、頑張りたいと思います。リオピの生誕祭ね、2年連続リオピの生誕祭です、嬉しい。クマありがとうございます、クマありがとうございます。クマありがとうございますクマキャンペーンなのです。そうこれをね見せたくて、とっておきのこれとは、あ、とっておきのものとはこれでした。意外と当たるかもよそれは。そうかな、うん、よしよしかっこいいねやっぱり。そうそう横ですね一個してるよ、入らないからクマありがとうございます、レインボースターもありがとうございます。今日は8時から YouTube2 時間くらいしたいと思うので、でショールームでもねまた前みたいに横画面であの流すだけになっちゃうんですけど、同時に配信したいと思ってるので、よかったら YouTube の方バナーから飛べるのでチャンネル登録よろしくお願いします。クマちゃんありがとうございます、ハートありがとうございます。タオルもあげていい？どうぞ。お出かけのと、お出かけのお供にしましょう。ロトのあれですよ、ジャガードタオル。カブトと。クマありがとうございます。耳もたて出たらどうしようかと思ったけど、耳もたても可愛い。いいねいいねいいね、いいねいいね、かっこいい。ドラクエたち、じゃあスライムたちがいる、うん、ほらスライムスライムスライム、こっちドラキーいる、見えるかな。装備ほんまや、装備品装備品です。クマありがとうございます。お、 M 行ってきた、見届けてきた。そう今日はリオピの初日でした、一緒に練習した。バイ、お、昼夜いいねいいねいいね、乾杯いいねクマありがとうございます。あ、そうそう今日はあの眉毛が綺麗になりました、以上報告です報告です、眉毛が綺麗になりました、これで自信を持って外に出られます自信持って歩いてなかった、いやちょっと眉毛汚いからねと思ってたけど、ナイス眉毛になりました。ちょっと私は歩けないじゃん、うん、クマありがとうございます。カムサハムリだ、改めてすごいよねこれ。あ、そうそうこれね、なかなかそうマイナーチェンジしました。こちらに可愛すぎる、可愛すぎる、そして愛がこもっているケーキ、生誕祭のケーキです。すごい
すごいですね。マジで可愛い、これ本当に可愛い。あとここの辺にね、あのお友達乗せました。見える？見えるかな、お友達。出していいよ。よいしょ。本当に可愛いんだよね。ケーキにたこ焼きついてるの面白いよね。でも本当にこれ青のりまでついてるのがすごすぎるんだよね。デコミンマユミン、カムサハムリだなんて読むのかわからないけど、サランヘヨクマ、ありがとうございます。そう、スラミチ、スラミチね。あ、待って、57分だ。あの少々お待ちください画面で YouTube 開始するね、うん、テロップ書いておいた方がいいと思うよ。ちょうどね、うん、まあパソコンカタカタな、はい、新しいドラクエ、新しいというか、待って、シャープなんぼとかつけるの忘れてたわ。あ、リメイク版のドラクエ3ってちょっとあれだわ、若干ついていけないわ、新しすぎて。少々お待ち、まあ後で一回シャープなんぼつけるの、うん、始めます。始まったかな。あ、始まった始まった。少々お待ちください画面で始まったかな、うん、少々お待ちくださいの裏ではこんなことに。クマありがとうございます。ちょっとこっちから映してくださいね。何か言う、そこから映すと。え、 YouTube のサムネイル画像解像度悪い？そうかな、そうかな、そう、どっちの解像度だ、アイネの顔の方伝わる、全体的にってこと。そうかな、え、めっちゃ画質いいと思ってたわね。クマありがとうございます。じゃあちょっと準備するね、テロップ入れるね。テロッピングね。クマありがとうございます。あ、少々お待ちください。来てる、よかったよかった、ありがとうございます。解像度が低く見えます。そうなんだ。あ、パソコンで見ると、え、サムネだよね、サムネ、サムネか、ちょっと考えてみるね。あの配信の画面はね、あの低遅延みたいな、あのコメントのさ、コメントっていうかラグが少ないやつにしてるから、画像画質落ちてると思うんだけど、そっちじゃない方は分からないな。ちょっと待ってよ。キョロキョロ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。サムネ、サムネ、クマありがとうございます。じゃあ YouTube 始めるね、8時になったので。こんな感じで準備して、そうなんです、こんな感じで準備してます。ヨシミンは同時配信という術を身につけました。特技な。そうなの、ヘッドホンがさ、ちょっと猫耳の可愛いや、可愛くて、あの Bluetooth のやつさ、なんかちょっとあの充電ができなくてさ、なんか初期不良かなんかで、ね、お電話ありがとうございますっていう感じだよね。そうそう、オペレーターみたいなね、ガチのヘッドホンみたいなしかなくて、マイクはちなみに別付けなのでね、ちょこの辺でいいんですけど、マイク別なので。じゃあ始めます。
こんばんは。こんばんは。見えますか？こんばんは。あ、来た。こんばんは。聞こえますか？今日も見てくださってありがとうございます。画面明るくなったかな？こんばんは。見えてます。ありがとうございます。こんばんは。今日も見てくださってありがとうございます。NNB48、NNB48 チーム M 高校2年生17歳のよしみんこと、よしみんあやねです。今日も見てくださってありがとうございます。こんばんは。今日もドラゴンクエスト3リメイク版をしていきたいと思います。あ、そう、今日はちょっとメガネデーなので、今日はメガネでお届けします。よしみです。吉田じゃないです。では今日もやっていきます。早速この前さ、なんだっけ、なじなんか唐か美咲かなんか、それに行く前の地下水道で棺桶になっちゃったじゃないですか、凛ちゃんが。凛ちゃんが棺桶になっちゃったので、凛ちゃんだけ異様にレベルが低くてさ、なのでそれをね、今日朝レベルをみんな同じくらいにしました。なので今めっちゃ強い。今日はリアタで見れる、ありがとうございます。今ねこんな感じ、7、8、19までレベル上げしました。割とサクサクレベル上がって、しかもさ、リメイク版からレベル上がったらさ、どっちも、あれ声が 20? っていうこと大丈夫そう？いいね。そう、レベル上げしたらさ、ヒットポイントもマジックパワーも回復するから、もう永遠にレベル上げてきてさ、レベル、あ、やばい、ちょっと足りないかもってぐらいでちょうどレベル上がって、もう永遠ループでね。あ、なるほど、ショールームでやってくれか。そう、なので今日はまた地下水道から遠いって盗賊の鍵をもらいに行きたいと思います。でさっきさ、あ、そうで、あと町とかで、なんだっけ、町とかでさ、拾えてなかったアイテムとかをちょっとマップ見て回収したりとか、なんか町っていうか、このフィールドの中にあるキラキラ、なんかキラキラを探索していろいろ拾ってました。でね、さっきなんだっけ、これ魔導士の杖ゲットしたんだよね。うろうろしてたらさ、キラキラがあって、うん、キラキラで魔導士の杖ゲットしました。え、リンちゃんしか装備できないじゃん。だってリンちゃん魔法使い強いじゃん。じゃあ装備します。なんかそれなんか不満なリンちゃんが持つのかな。子供が同じゲームプレイして、おー、いいね。そうそう、めっちゃ範囲広くなったからさ、一回うろうろするのに結構時間かかっちゃうから、アイテム拾うのはまた自分で配信の後やっといてもいいかなみたいな思ったんだよね。こう配信内でさ、できるだけストーリー進めたいじゃん、うんうん、だから細かいさ、メダルとか種とか集めるのはアイネが自分で個人的にやっとくのでいいかなと思ってたんだよね。マップとか見ながら、うん、あ、やばい、なんか出てきた。うわ、まだ始めて7分なのにもう200人も超えてる。はあ、ありがとうございます。え、最近めちゃくちゃチャンネル登録者数が増えて本当に嬉しいです。ありがとうございます。150人くらい2日くらいで増えました。嬉しい、ありがとうございます。そうそう、稽古着余ってるんだよね今、舞踏会ないから。あ、マップってあれだよ、このマップじゃなくって、ネットにあるマップでアイテムは調べてます。ちょっとアイテムはね、
ちょっとアイテムは一つずつ探すとあれなので。あー、メラの効果、なるほどね。あ、じゃああれなんだ、初期ではすごい活躍だね。マジックポイント使わない。そう、アンドルさ、小さなメダルでなんかムチみたいなムチゲットしたからさ、うん、めっちゃそれのおかげで、あ、レベルアップ、イエーイ、サクサク倒せるようになりました。一気にさ、ボボボボボってやってくれるから。会社の人7人休んでた、やばい、絶対やってるやん7人やばい。あ、スルーするつもりがヨシミの影響でソフト買ってる。うわ、一緒にやりましょう、一緒にやろう。メガネ打ちかわいい、ありがとうございます。勇者魔物使い盗賊商人、おお、盗賊商人、盗賊がなんか結構いいみたいな、中川翔子さんがポストしてました、盗賊がいいよみたいなポストしてるのを見たいいのかな、やっぱメガネデーはあのコンタクト毎日してると目がちょっと痛かったから、今日は目を休めるためにコンタクトにしました。あ、間違えた、メガネにしましたこれさ、リメイク版からダンジョンのさ地図が出るようになったんだよね。そうでも 見えないようにもできるでしょ。あ、そうなんだ。そう、まあ、見えない方が面白いけど、まあ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 。あとなんか声も選べるんだよ。あ、それは知ってる。英語とか、え、英語もできるんだ。フローとかヘイとか。そう、ギラとトゲのムチのおかげでボン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 倒せて、そのおかげで経験値もめっちゃ稼げてね。ああ、まあまあまあ、ちょっとやりやすくなってるよね。そうそう、ちょっとやりやすくなってる。でもちょっと普通のやつをやり込んだ時代のものにするとちょっと、あ、レミラーマ、レミラーマね、あの宝箱探してくれるやつ。確かに盗賊はそれが便利なんだね。あ、じゃあ一人さ、勇者より盗賊の方が強い。そうなんや。ルイーダの酒場で登録してその時だけ使ったらいいんじゃない。あ、盗賊アイテム、商人はゴールド集めはかどる。いいね。基本はこの今の4人で行きたいけど、あのなんかうろうろするのには増やしたいかも。あ、転職システムないんだ。え、あるでしょ。ある。あ、勇者が転職する。そう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 、はっふわあ、そうそう、馴染みのと宿屋あるんだよね。ありがたい。スタッフがみんな勇者に転職したので人がいませんっていう理由で臨時休業ここかな、階段、階段の場所を教えてくれるの、マップで。それ全部 B だ。ハードはあのスイッチでやってます。じゃーん、宝箱しかないわ、ここ。あ、それも行きながら行ったらいいんじゃない。ブーメラン、これ結構いいんじゃない。うん、あのグループ全体のやつね、あのムチとかと同じだよね。そう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 。あ、でも弱いわ、全員弱くなっちゃう。だから弱くなるね。ってことで後で売ります。売るか、あの他のキャラクターに使おうかな。スイッチのダウンロード版です。これ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 、めっちゃ強いんだよね。めっちゃ強い今あ、ブーメラン全体攻撃なんだ。うん、そう。じゃあそっちの方がいい、うん、攻撃力弱くてもそっちの方がいい説ある。持っていて持ち替えたらいいと思う。ああ、なるほどね。例えば1体ずつ出てくる敵の時とかは、あ、こっちの階段じゃないからあれか、下の階段かな。グループの時はムチ、あー、実はブーメランじゃない。
勇者、武闘家、魔法使い、僧侶。おお、結構それぞれだね。勇者、商人、盗賊、僧侶。おお、それぞれだね。あ、ボス戦の時はでも使える時使える。へえ、待って、どうやって行くんだ。うわ、めっちゃ合う。え、そう、サクサク倒せるんだよね。おう、僧侶市民。おお、ありがとうございます、僧侶。リンちゃんも頑張ってるやん。待って、どこ。あ、こっちか、こっちで。めっちゃマップに助けられてます。ね、ちょっとマップがあるのはサクサク進みすぎて悲しいっちゃ悲しいけど、でもやりやすいよね、その方が。勇者、魔物使い、僧侶、賢者。あ、もう賢者。へえ、いいね。魔物使い、まだ魔物使いを発揮してないんだけど。あ、伝わる。まだ魔物使いっぽいことしてないんだけどさ。あ、宝箱ある。なんかまだスライムとか仲間にできなかった。まだ。あ、メダルゲット、イエーイ。うわ、めっちゃ合うんだけど。あ、お茶派さん、スパチャありがとうございます。お茶派、あ、お水派だやね。ありがとうございます、スパチャありがとうございます。僧侶、ユシミン、大ぐらい。どういうこと、大食いってこと。大ぐらい、大ぐらいって大食いってことかな。ぴったりだね、間違ってないね。へえ、魔物指とかいう特技で敵に連続攻撃できる。へえ、それはいいね。来ました、3回。うわ、落ちちゃいそう。あー、なんかめっちゃ合うね、気のせい。こんなもん、塔だからこんなもん。あ、こういう時にブーメラン。あー、今みたいな時にブーメランがいいんだよね。うん、でもまあ今はちょっとじゃあ魔法使いでも倒せるぐらいだからいい。川の帽子、まださ、モンジーっていうか、モンスターじいさんというか会ってないからさ。じゃブーメラン誰かに、あれかな、アンドレかな、アンドレに渡しとくわ、装備せずに。あ、うん、別装備できる、装備しといていいと思う。食いしん坊ってことか、間違ってないね。違う、僧侶とかでいいんだよね。僧侶、自分は盗賊は無知で魔物使いはブーメランにしてるから。うわー、いいねそれ、うん、確かに。あ、来た、これじゃない、ほら、もうなんかあれじゃん、目的地の丸とついてるし。なんかこう丸ありがたいけど悲しいっちゃ悲しいね。おじいさんにびっくりマークついてるしね。寝てる、起きて。そう、昔は手書きでやってたよ。待って、なんか英語なんだけど、なんで、待って、今英語だよね。え、いつの間に、ちょっと待って、え、ちょ、なんか英語言ったよね今。え、ちょっと待って、いつの間に英語にしてんのあれね。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、なんかいつの間にあれ、設定変えたっけ。設定変えた記憶ないんだけど。私は英語だけど、私が変えたからってアイヌの設定は変わんないよね。ママが英語に変えたからじゃないの。アイヌのは去ってない動きましょ。いやでもさ、全体的に変わるんじゃないの多分。確かに表示は日本語なのに、なんでこれ英語なんだろう。私のは英語、ママ英語にしてるんだって。それじゃない。あ、文字設定とボイス設定別なんだ。別のさ、冒険の書でも片方英語になったらさ、どっちも英語になるのかな。ママは英語にしたからじゃない。あ、だって英語にした記憶ないんだもん。
じゃあね、なんていう、ヒアユーはしか聞き取れないし。下に字幕があるから、それで勉強しとき。じゃあ、勉強しときじゃないよ。だってお前ね、本体の設定が英語になってるんじゃないかな、多分。びっくりした。ほんで、受け取ります。びっくりした。リスニングの勉強でもしとこうかね。いや、全然、いやね、今、ヒアユーはしか分かんなかったけど。猫マンマさん、スパチャありがとうございます。ありがとうございます、スパチャ。猫マンマさんからスパチャありがとうございます。そうやね、英語っぽくなりましたよね。なあ、レッドドア。ちょ、レッドドアしか分かんないから。びっくりした。びっくりしたよ。壊れたかと思った。赤い扉ね。ちょ、今日はこれでやっとこうかな。ちょっとよくわかんないけど。なんかね、英語だと日本語よりなんか感情困ってる感じがして、本当に映画みたいだね。うーんとか言っちゃって。演技なんかすごい演技チックな英語でさ。I can not speak English。 あさかさんからスパチャ、Thank you very much。 ありがとうございます。そうそう、大阪から世界よ、ね、あ、でも英語は気になりすぎて話が入ってこないけど、とりあえずレーベに戻って赤い扉行ったらいいんだよね。では行くが良いっていうのが何て喋ったか、もう一回聞いてごらん。あ、赤い扉を開けれるだって。あ、キメラゲット、イエーイ。これであれだね、アリアハンもちょっと捜索できるね。できるよね、多分。これぐらいかな。ちょっと後の宝箱はまた自分で調べとくことにします。あ、同説300人超えた、ありがとうございます。300人ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ね、8文字ね、文字数に感動する人多いよね。あれもさ、なんか情報の、中学の情報の先生がさ、めちゃくちゃドラクエ好きな先生で、あ、宝箱ゲット、あ、メダルゲット、イエーイ。そうそうそう、情報の先生がめっちゃドラクエ好きな先生でさ、情報でなんかなんたらビットみたいな容量の勉強した時に、ドラクエはあのなんだっけ、16ビットしかなんか容量がなくてみたいな。で、あ、レベル11、イエーイ。なんかちょっとサクサク意識いくな。あのなんだっけ、そうそう、だから呪文が長いとそれだけ文字数使ってるってことだから、その容量いっぱい使ってるってことでレア感があってすごいんだみたいな話をむちゃくちゃ熱血に話してたのを思い出しました。ん、熱弁だね、熱血で熱弁だ。え、この道具は使っても効果がないって出てきたんだけど、ブーメラン。なんでだ、装備しとかないとダメ。あ、装備してからなんだ。だからそこで装備変えれない。え、じゃあ、あー、ちょっとミスっちゃった。あ、そう、熱弁、それそれ、一回一回装備変えれない。あれ、装備変えれるっけ、戦闘中に装備変更できるのかな。ダメだったっけ、無理だっけ。英語ボイス初めて聞いた。あ、でもいろんな人の実況見たけど英語ボイス初めて聞いた。あ、右下にコマンドがあるって書いてある。あ、右下に装備コマンド、あ、オッケーオッケー。次、次やるわ。何これ、
ああ、ここに着くのね。じゃあもうここから帰っていいよってこと？あ、まだ上行けるんじゃん。え、盗賊の鍵もらったっけ？あ、なかったわ。あ、帰ってきたわ。なんもなかった。ほな、帰りまーす。なんかどっかからさ、盗賊の鍵使ってアリアハに戻れるとかあったじゃん、最初に来た時。そっから帰るんじゃないの？あ、そういうことは島に着くのね。そうそう。じゃあキメラ使います。そこのキメラの演出がかっこいいよね、なんか。あ、ほんまや。塔から飛び降りる塔。じわるね。飛び降りてもノーダメージな。これ赤い家って違うわ、全然オレンジだわ。来ました。あ、全然ロマリアいけるやん今日。え、待って、こんなんあったっけ。不思議な液体が。ああ、なんか思い出してきたぞ。あれだいぶ昔じゃない、スリーやった。あ、そうそう、堀井さんがねテレビで解説してる番組、あれも見ました。 BS のやつだよね。話しかけないと調べれないのか。あ、調べれたわ。ドキドキ。英語だった。でも英語の方が好きかも。なんかすごい演技って感じで。めちゃ本当になんて言ってるか分かんないんだけど。よし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 。ギブユーギブユー。あ、魔法の玉ゲット。なんか聞いたな、魔法の玉。旅の扉への封印。あ、スプリングイーストエリアみたいなの言った。大陸の東にある泉。フランス語とかもできるんや、確かに。フランス語もっと分からん。いや、分からんでやったらどうせやったらもっと面白い。いろいろ故郷に戻り、母親に元気な顔を見せてやってくれ。あ、了解。家の人たちもう英語なんだね。ね、英語見てるみたい。え、オルテガって言ったか分かんなかったんだけど、言った、オルテガって。あの、耳に馴染ますことが大事らしいね。あ、そうやんな、私も思った。嫁の国の演出みたい、ディズニーみたいですよ、ね、一旦アリアハンの捜索しようかな。散策ね。捜索って人を探す方ね。探索しようかな。オールデイヤーね。シャカシャカだったよね。着きました。あ、小さなメダルも本当だ、渡しに行かなきゃ。小さなメダルってアリエハンだっけ。うん、井戸井戸。あれ違うわ、アリエハンで、あれ、あ、これまだ開けないわ。どっか入れるとこないかな。あ、あったあったあった。顔見せたってやん。おお、入れた。
ささやきの蜜、何それ。頭が冴える本。ね、宝箱のとこは別の鍵だね。ちょっと回転してほしいよね。ね、そう、ちょっと回転してほしいんだけど。でもなんかこのお城の中で英語が聞こえたら本当に。井戸の中にあるっす。ありがとうございます。待って、もうこんなもん、もしかして、あれ？だから、あの自分が生まれた家に戻って顔を見せて。あ、ここも行けるわ。言われてたよ。これあれか。お、誰誰。お、魔法の玉。あ、これもう大丈夫だったわ。あ、なかった。なんかめっちゃ本棚ある。え、特に何もないのか。井戸に移動。ありがとうございます。え、ここ行ったっけ？なんか行った気がするな。まあいいや、とりあえず自分家戻りますね。ん？あ、ここも行ける。壁を壊したりするので使える。じゃあ次、壁壊すってこと？魔法の玉で。そうですね。魔物使い新しい特技あるのかなと思ったんだけどさ、まだレベルが低くてそれっぽいことしてないんだよね。ちょっと待って、戻り方が、あ、こっちか。お、ダーマまで行ったんだ、早いね。じゃああれ、鳥ゲットしたってこと？まだ鳥なくてもいけるっけ、ダーマ。あれ、自分家どれだ？下の方ですね。左の下じゃない？これ自分家。違いますね、そっち。あ、ちょ、とりあえずあのメダル左下か。ちょっととりあえずメダル預けますね。なんかゲットできるんじゃないかな、確か。すごい、井戸も進化してるよね。こんな道自分ち忘れる。勇者、自分ち忘れちゃった。お、革のドレスゲット。はぐれモンスター集めた数でいろいろ特技を覚える。へえ、はぐれモンスターまでまだ行ってないわ。でもモンスター爺さんと会ってからだよね。それ気になるよね、新要素で。ちょ、迷子になっちゃったわ。自分ち左下でした。ほんまや、装備しとこう。やっぱここはリンちゃんかな、装備は。あ、装備っていうかあの 防御防具ですね。でも旅人の服着てるハルク、どっちがいいだろう。
ハルくんにしようかな。装備しました。なんか種とか食べてた方がいいよ。で、布の服と旅人の服交換しておきます。ちょっと布の服はかわいそうなのでね。マイホーム戻ってきました。今来たんごありがとうございます。こんばんは。上がってしまって何か心配をしないかと心配してたの。あ、そっか、無料で回復できるんだよね。ああ、声優さんがいるセリフといないセリフがあるのね。そうそう、これは声優さん、うん、あ、でも最初はいたけどね、お母さんにも。あれ、それだけ。お母さんに顔見せなさいと言われには何もなかったよね。お父さんとか話しかけてみる。おじいちゃんね。あ、おじいちゃんか。ん？何もなかったわ、意外と。では魔法の玉を使いに行きたいと思います。いや、なんか噴水のとこが光っとった。あ、そうそうそう、あの街の中のね、フィールドのキラキラをさっき姉はあの探索してていろいろゲットしました。 それで魔導士の杖ゲットしたんだよね。東の泉へ行ってきたいと思います。あ、なんかキラキラがある。あ、通れないのこれ。え、遠回りするのか。さすがに無理か。う、無理でした遠回りします。これで、これか。こっちを装備して、え？おお、こういうことね。ブーメラン使いました。イエーイ。登山できないみたい。そう、登山してほしかったわまあ確かに幸せの靴あるしね。歩いていきましょうか。そうそう、めっちゃスライムに50何歩とか、なんか痛すぎるよね攻撃ブーメランかっこいいね。え、めっちゃ強いじゃんなんか面白いぐらい強いんだけど、一撃すぎてね、オーバーキルっていうか強すぎるよね。めっちゃ合うじゃん。バーギー、え、バギーも英語だったか、もしかして今なんかさ、変だなと思った。これ今バギーも英語だったよねそれって、嘘、ママが英語にしたからだよ多分。これ全体的に冒険の種によって変えれないんじゃないかな多分。びっくりしたわ今、バギーも英語だったやばい、超面白かった今。いやいや、バギーゲームしてるけど英語が耳から入ってくるって最高やん。はぁ、あはぁ、やぁ40時間ぐらいあるでしょ。だからずっと耳で流していって。サソリバチ魔法使いとかちょっとモンスターが強くなってくる。あ、そうなんだ。頑張ろう、レベル上げ。モノマネしよしみ似てるね、そのなんか気合いの声もちょっと違うよね。あ、夜になってきた。
はアルミラージ、あ、一角うさぎの色違いじゃん。あ、もうそこで出てきたか、アルミラージ懐かしいな。角生えたうさぎな。あ、これさっきの岩かな。あ、キラッ、お強いな、アルミラージ。眠らされるからな。ラリホーをかけとき。よっちゃん、こんばんは。ありがとうございます。お、ハルク、レベル上がるね。あ、靴履いてるからか。ちょっと靴交換しとこう。あ、眠らせてくるやつなんだ、アルミラージ。こっちのね、キラキラあれなんだよね、船ないといけないキラキラなんだよね。あれ？こっちじゃないわ。え、なんかヒャドの英語版みたいな今言った。本当だ、魔法使い出てきた。ちょっと強くなってきたね。ね、ブーメラン気持ちいい、めっちゃ。すごい、なんか煙か湯気かなんか出てるんだけど、バーゲイ。そんな感じだと思った。今度次は買おうかな。ね、見て迷うって方めっちゃ多いね。ぜひぜひ、楽しいよ、めっちゃ。あ、ちょ道間違えた。そ、地域ごとの、あ、間違えた、あれにしたら。あ、危ない危ない。あの、ロマリアはイタリアなんで、イタリア行ったらフランス語、イタリア語とかさ。あ、キラキラしてた、嘘。あ、ほんとだ、これさっき見たやつだ。あ、危な、取りすぎるとこでした。ありがとうございます。いや、気持ちいいね、ブーメラン。音楽のオーケストラほんと綺麗だよね。あ、サソリバチ、ラックの種、イエーイ。あ、種そういえば使ってなかったね。使おう。あー、呪文封印を直すんだ、ささやきの蜜。賢さの種を、ハルクかな。ラックの種は、リンちゃんかな。待って、渡すんじゃないわ。よかったね。オッケー。このキラキラなんか増えたよね、リメイク版になって。めっちゃ、でもこのキラキラめっちゃ良くない？なんか種良かったね。しょうもなすぎて逆に面白い。キラキラって何なん、これ、なんかあるよの印ね。力はアンドレ、素早さは僧侶だよね。ゲット。うわ、サソリバチだ。なんか動き早いね。うわ、めっちゃ気持ちいい今の。せBGM オーケストラ本当に綺麗なんだよね。あ、アンドレレベル9。アンドレなかなかレベル上がらないんだよね、でも意外と。まあ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 、
今までの機種は一度の戦闘で4種類が限度だったっけ。そうだっけ。それも進化したポイントなのかな。いいね。自分でゲーム買いました。イエスイエスイエス。イエスとか別にイエスじゃなくていいんだけど、そうです。自分で買いました。ボミオス。イエーイ。素早さ。あ、これ何？何これ？あ、やばい、なんか違うとこ来ちゃった。小さな箱ら。ちょっとなんか違うっぽいから、ちょ帰っとこう。いや、来たんやったら話しといたらいいんだ。ちょ、言っとくか。ホコラってモンスター出ないっけ。出ないと思うよ。あ、イザナイの洞窟。ちょ、何ここ。あ、ムチブーメラン。あ、ほ、ほんとだ、ムチはグループブーメラン敵すべて。お、ありがとうございます。音楽綺麗ね。え、これだけ？この祠。え？なんか上に上がるやん。上がれるやん、上に。よしみまで英語設定。ここだ！来ました、来ました。来た、イザナイの洞窟。え？合ってる？セーブしといた方がいいよ、まめに、ね、はい、行くよ。ね、350人超えました。めっちゃ伸びてる、嬉しい、ありがとうございます。ドラクエ、ドキ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 。待って、旅の扉の場所までもう示されてる。楽楽だね。まあ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 、1周目はいいかもね。2周目とかはちょっとなしでやってみたいけど。来ました。え、誰かいる。めっちゃど真ん中に立つじゃん。封じられている。これね、この壁を壊したいんだよね。さっき言ってたよね。アイテムないのか、ここは。いきます。おお、避難してる。すごい、なんかそんな拡大してくれるんだ。うおおびっくりした。避難してる、ちゃんと。おお、英語。お、世界の地図ゲット、イエーイ。果てしなく広き世界が待ってある。気をつけます。魔法の玉かっこ爆弾ね。ね、進化がすごいよね。では行ってきます。そういうことね。え、待って、世界の地図だ。おお、こういうことね。ここやっぱ世界地図風になってるんだよね。うわー、これいいね。この地図めっちゃ好き。この地図めっちゃ好きみたいな。この地図めっちゃ好き。いいよね、この世界地図風になってるのが。攻略狙いが多い。そうなんだ。おー、間違えた間違えた間違えた。
え、なんか誰かいる？え、怖っ。なんかさ、背景と同化しててさ、体しか見えないんだけど。え、ウサギの尻尾呪われてるやつ。びっくりした、これ。めっちゃ怖かった今。え、踏み外したら下の階まで落ちちゃうのこれ。えー、怖っ。おお、びっくりした、びっくりした、びっくりした。こうモンスター登場してくる音めっちゃびっくりするんだけど。あ、やばい、眠らせてきた。あ、うおー、ギラ強ー。え、ウサギの尻尾ってつけない方がいいやつ？性格が変わるだけか。ね、こういうのあえて落ちたくなっちゃうんだけど、落ちた方がいい説あるよね。てか落ちないとさ、これ他の場所行けなくない？そういうわけでもない？いや、だからそうだよね、こう地図見る感じだと。せーの。わ、これ大丈夫なやつ？来て。地下3階？お、32ゴールド。ありがとうございます。なんか強そう。おお、びっくりした。わ、また強そうな。バーギー。あ、薬草、ナイス薬草。今悪魔の尻尾が呪いか。じゃあね、前その元々のドラクエさんやった時、まんまとつけた思い出が。あれ、さっきと同じじゃんね。落ちる場所間違えたってこと？おお、びっくりした。ね、落ちなくても進めそうな感じ。でもこっち？こっちしかさ行く道なくない？いや、でもこっち行ってもさ、結局穴なんだよな。あ、違うじゃん、あるじゃん、全然こっちだね。地図よく見たらありました、普通に。おお、うわ、お化けアリクイ強いな。ね、人の右だったわ、全然いけた。まあ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 。ん、めっちゃこれ遠回りしないといけないってこと？あ、4060、あれの概要欄っていうか説明欄を見てくださったんですね。そうそう、説明欄に使ってるパソコンを載せてみました。そう、使ってるパソコン載せてみた。なんかよく載せてるのを見たから、伝えにも載せてみた。一からね、自分で歩き回って探した。逃げ逃げリング、名前よ。何、逃げ逃げリングって。育児なし、呪われたやつね。つけたやつ、つけたダメなやつ。ね、イカリングかと思った。
わからんことあったら聞いてください。ありがとうございます。聞かせていただきます。名前かわいいよね。お、薬草ゲット。うわー、なんか怖い。ハルクのマジックパワーが減ってきた。そろそろレベルアップで全回復を願いたいところ。お、火炎切り来た。特技だよね、確か。音楽いいよね、めちゃくちゃ。千鳥足バレた。そのコントローラーがさ、フラ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 して千鳥足になってたんだよね。おー、びっくりした。てかこれ普通に全員バッチッチリ頑張れっていうか。うおね、初手ブーメラン強いよね。え、うわ、なんかさ、暗くて、え、階段こっちしか行けないか、こっちか、抜けれそう。コントローラーは普通に全然普通のスイッチのついてきたやつです。なんかそんなにコントローラーコントローラーしなくてもいけるかなみたいな感じだったから、あの伝わる。あの上とか右とかだけだからさ、ドラクエって使うのだから普通についてきたやつね。やられ声かわいいよね、モルモットみたい。確かに、そう、魔法使いの服装かわいいよね。そなんかさ、デカリボンみたいなやつ。え、待って、あ、これ3分の1じゃんと思ったけど地図があるんだよね。でもこういうのって、うわ、キャタピラーだって。え、強ー。ほんでちょっと嫌かも、この見た目ね。3分の1かもと思ったら普通に正解が見えてました。地図ありだからね。でもこういうのってね、なんかこういうさ、壺とか宝箱とかあるよね、大体。ね、3分の1かもと思ったら普通に答えあった。うわ、またじゃん、イモムシ。そうそう、プロコンいらない派なんだよね。強いな。なんか硬い音がするね。火炎蹴りいいね。そうそう、結局全部行くっていうね。宝箱調べにあると信じて。どうしよう、右も行く、あると信じて行く。あー、ちょっと行き過ぎた。プロコン使うと離れられない。そうなの、ちょっと気になるな。やばい、ハルクの M が気にせずに使ってたらやばいわ。え、あるあると信じていい。あ、あった、さすがに。亀の甲羅、ちょ、別に別によかったけど、まあ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 、お金になるのでね。
よし、ではいよいよ行きたいと思います。こっちね、わあ、やばい、バギー使いすぎだよ。そう、一ターンで大体倒せるんだよね、今の間だけど。合うね、めっちゃ合うね。ねえ、本当に画質綺麗。このなんか映像アニメーション的なやつも綺麗だよね。まあ、やっぱドットも好きだけどね、あれね。あ、りんちゃんレベルアップ、いいよ、いいね。きたきた、イエーイ、来ました、この大陸を抜け出す、来たよ、来ました、いざないの祠、大陸、こんな飛べるってすごいよね。大陸抜け出しました、イエーイ。さすがにこっち何もない、言っとく、ないか、さすがになかった。脱アリアハンしました、イエーイ。ロマリアへ行きます。ロマリア、イントネーションわかんない。きっとあれだよね、イタリアをイメージしてるんだよね、ロマリアって。あ、そうそうそう、イタリアも、え、なになになに、びっくりした、あ、来た、これあれじゃない、モンジーじゃないの。Wait! イタリアとローマ、確かにぽい、ローマリア、確かにね。 Wait! 来たー、これでバトルロードも解放かな。スライム、ふん、さすがに来ました、来ました、新要素、新要素、ほうほうほうね、楽しみにしてたコンテンツの一つ。あれでも英語は何かの手違いで英語になっちゃいましたあ、来た、モンスターじいさん、え、なに、はいって、いいえとかにしてみる、え、どういうこと、いいえ、あはは、知らないってことね。モンスターが出たら送るってこと。お、来た、ロマリア、バトルロードね、わしもそこにいるのね、イエーイ、楽しみにしてた、これ。あ、逃げ出すものはヒントメッセージ参考にアイテムや特技を使うと近づけるんだ。へえ。あ、モンスターじいさんにお礼がもらえるんだ。あ、なるほど、魔物使いは保護したモンスターが増えれば増えるほど特技を覚えていくのね。じゃあこれからか、モンスターの、違えた、魔物使いが発揮するのはこれからなのね。ん？あ、気のせいか、びっくりマーク出たかと思ったね、この音楽いいよね。
来ました。ね、ずっとここで出待ち。おお、初めて来るとこは紹介ムービーが出てくるんだよね。いいね、夜だけど。え、夜やめた方がいい？朝の方がいい？来るの。いけるかな。とりあえず回復するか。まあそんな減ってないけどもったいない。ん？あ、入り口ここじゃなかった。ねえ、綺麗だね。待って、水の音する。え、すごい、近づいたら水の音強くなっていく。聞いた？今ほら、え、どうしよう、夜だから朝にしてから来た方がいいかな、もしかして。ね、誰もいないわ。ちょっと、まあちょうどいいわ、睡眠しとこうかな。ねえ、効果音細かくていいね。あ、どこ入り口？こっちか。うわ、誰誰？なんかとんがってる人でした。休むってなんだ。ああ、これね、時間変えれるんだよね。回復しないのかな、休むだと。いけるかな、これ。あ、いけた。魔王を信じない人たち。あ、満月草来た。満月草ということはもうすぐ麻痺するキャラクターが出てくるってことかしら。あ、川の鎧ゲット。ちょっとここで装備も整えようかな。あ、昼と夜の概念取り入れたのがドラクエ3。へえ、そうだっけ。そうなんだ。1と2ないっけ、昼とか夜とか。誰かとお話？あ、来た来た。してないね。あ、さっきまでね、ママがいたんですけど、お風呂行きました。そう、マイクがさ、ノイズキャンセルみたいなのがついてて、自分アヤネの声以外あんまり薄くしか入らないからさ、アヤネが誰かと会話してるの。あ、来た。やっぱ麻痺するの出てくるよね。そうそう、あの、誰と話してるんですかっていう方、コメントとかでよく見るんですけど、ママと話してます。あんま声入らないよね。でも、満月草ね、伏線。おお、強そう。とりあえず整えとこうかな。なんか売れるものあるっけ。なんか特に売れるものなさそうだけど。あ、逃げ逃げリングとか売っとく？ね、マヌーハーソーとかあれも初めて聞いた。逃げ逃げリング売っていいよね。
明日革の鎧誰か着れるのかな、ちょっと見てからの方がいいか。お、いいじゃん。あ、でもヨシミンかな、つけるなら。聖なるナイフはね、全員確か、あ、アンドレできる。まあ1だけど。あ、そういうことか。でもブーメランもトゲの道も使えなくなっちゃうから。あ、勇者がブーメラン、確かに。あ、そうだわそうだわ、2人で持てばいいんだわ。お、革の帽子いいね。間違えた間違えた。亀の甲羅装備する え、ね、ブーメランの方がいいよね。亀の甲羅装備しとく。警護儀はちょっと誰かが使えるかもしれないから、この辺は置いときます。これ売っていいよね、もう誰も着れないよね多分。うん、アンドレぐらい。で、これを装備して、あ、ブーメラン勇者の方がいいか。で、装備せずに置いとくんだよね。で、アンドレは鞭を装備しときます。どうだ。で、布の服売っていいよね。亀仙人あ、そう、戦士はね結構入れてないんだよね。旅人の服もいらないよね。まあ他のキャラクターのために一応置いとく。まあでもほとんど使わないか。こんなもんか。オッケー、売ります。まあ結局そんなにお金は増えないけど、まあ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 。銅の剣は置いとこうかな一応。ドラクエシリーズは 1,2,3,4 やりました。あ、4は3章までしか終わってないけど 1,2,3,4 やりました。なんか買おうかな。わ、鉄の槍めっちゃいいじゃん。鉄の槍買おうかな。鱗の盾もいいね。鉄の槍と鱗の盾買っても足りるよね。どうしよう、鉄の槍と鱗の盾買おうかな。ね、足りるよね。鉄の槍と鱗の盾買おうかな。
え、鉄の槍とブーメン、ブーメンじゃないわ、鱗の盾買います。いける、いけるかしらいけるかしら。薬草の上位はなんか薬草よりもいっぱい回復できるみたいな感じだったかな。そう、上位薬草って初めて見たよね。ブーメランは小さいメダルでもらえました。ファミコン版と違うんだ。鋼の剣、あ、上位薬草、先生、鋼の剣いいね。銅の剣までしか売ってないな。特薬草もあるんだ。ちょっとそれ初耳だ。じゃあ買います。どうしよう、どっちにしようかな。やっぱここはヨシミンかな。じゃあ鎖釜渡せるね。待って、こっちにもあったんだ。いやでも位置しか変わらないね。やっぱ鱗の盾がいいかな。鱗の盾をハルクかな、リンちゃんに装備したいところだけど。ポリポリ、鱗の盾にしようかな。で、ちょっともう一回整えるね。鎖釜を、あ、アンドレできないんだ。じゃあハルクでいっか。で、聖なるナイフがいらなくなったので、あ、聖なるナイフ売れるね。いい感じ、いい感じ。いい感じ。結構整ったんじゃない？おお、プチ情報教えてくれるね。ツボ、ツボ大事。お、薬草ゲット。薬草めっちゃもらうからまだ一回も買ってないわ。お、すごい。うわ、この辺でもちょっとお金が足りないので一旦やめときます。これあれかな、モンスターバトルロードかな。あ、違うかった、普通に出るだけでした。じゃあちょっとうろうろしてみます。いいね、水の音。ホビー？あ、ボビーか。ボビー？ボビーって誰だ？あ、お、これボビーじゃん。いたいたいた。鱗の盾を持ってうろうろ。ありがとうございます。まあ、細かいさ、アイテムとかの回収はまたちょっと自分でやっとくね。時間もあれなのでストーリー進めたいから。お、来たよ。お待ちしていました。なになに、また来てたの。綺麗だね。お、王様がお待ちかね。え、なんか怖いじゃん。ああ、すごい近く、ちょっとびっくりした。そうだ、英語だった、英語だったんだったわ。
I see. なに頼み頼み、あ、来た、カンダタ、カンダタか、これ1回目だっけ、金の冠ね。あー待って、あれだっけ、なんか金の冠渡したら王位をあげようとか言ってさ、なんか気づいたら、なんか気づいたら王様になっちゃって、ほんでなんか外に出れなくなっちゃうやつだっけ。え、ほんでカンダタはどこにいるの。ね、アリアハンと IC しか分からなかったうん、砂漠の国行ったことないです。お、来た来た、次ここに行ったらいいのかな。東に向かい回り込むように南。おー、なるほど、次は砂漠へ行ったらいいのかしらね。風のささやき、あ、そびいているよ、そびいているよ。シャンパーニュと、懐かしい、ちょっと行くところ多いな。シャンパーニュとにカンダタがいるんだよね、確か。そうそう、じゃあ行きたいと思います。あれが砂漠先行った方がいいのかな。カンダタ石っすか、え、先通か、先砂漠、魔物が増えてるんだ、強いよってこと。あ、マヌーハソーゲット。あ、思い出ボタン使うの忘れてた、使えばよかった。北に旅立ち運試しをするがよかろう。はあ、カザーブの右東は強敵領域。あ、そうなんだ。そうだね。ちょ、一旦行きますね。なになに、砂漠はまだまだだね。え、なにこれ、あ、いけないやつだ。帰ります。ね、本当に綺麗だよね画面。あ、これがさっきのやつね。一角ウサギを撫でてみたいんですけどねウサギ好きなのかな。では行ってきたいと思います。本当にこう水がさ近づいてくるのはめっちゃ感動的。威嚇作業、威嚇あ、間違えた間違えた間違えた、言いそう。いけるかな、まだ弱いかな待って、一旦セーブしとくか、ロマリアで、うん、一旦教会行っとくわ。アリアハン、道端でもできるよ。足払い特技、うん、こかすやつ。カザーブ、いろ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 言われてもあれなんだけど、ちょ、一応探しとくか。うん、くじけの心ゲット、頭が冴える本ゲット。一旦セーブしときます。あれ言ってました、ね、このセーブの音がめちゃくちゃ感動的だよね、うん。皆さんはロマリオ王に金の冠、あー返すか、うん、返さないか、みんなどっちだったんだろう。私返さなかった。
では旅に出たいと思います。これ横から出たらちゃんと横に出てくるんだよね。ほら。あ、なにこれ。え？ロマニア街道？なにこれなにこれ。英語だ、もう慣れたわ。カザーブ。カザーブ。おお、進んだ。全員同じ顔と格好だけど。気づいた。アリアハン。はい。あ、聞いた聞いた。下に出てるのが役です、ね。ポルトガードの関所は通行禁止。はあ。なるほど。英語だ。ね、どこかの塔にいる盗賊ね。こんなんあったっけ。ヒヒーン。ベリーダンス。あー、あ、これあれじゃない、魔物逃げてしまった。これあれ、仲間にできる魔物ね。そうそう、これはいい情報。こんなんあったっけな。あ、ありがたいね。カザーブ、関所、アッサラーム。アッサラームとか出てきた。うん、進んできたね。それがあれやんか、胡椒のとこじゃなかった。アッサラーム、あの紅茶のとこですよね、アッサラーム。おお、強そう。あ、さまよう鎧、ちょっと強いんじゃない。あー強い。あ、魔導士の剣、あ、イエーイ、倒せました。あ、キラキラあった。嘘、どこキラキラ。あー、ほんとだ、ちょっと見落としがちだな。あー、やばい、なんか強そうなんだけど。キラキラが難しいよね、見つけるの。ほんとだ、カエルの進化版な。おお、でもこんなにさ、毒消し草と満月草渡してくるってことは、待って、なんかちょ別のとこ来ちゃった。これあ、これあれか、秘密の場所みたいな、道具もらえる場所だよね。あ、満月リング。おお、誰かつけとく、うん、誰にしよう。ちょ、ハル君とかにしとこうかな。回復の人がいいと思うよ、回復役。装備しないとかね。おお、教えてくれた。おお、教えてくれた。あれ、待って、これどうやってさ、覚えとくんだっけ。あれ、どうやって覚えとくんだっけ。なんか武道館のボタンで覚えるみたいなってね。
プラスか。あ、できたできたできた。ありがとうございます。来た、お姉さん、すごっ。おお、こうやって思い出せるんだ。プラスボタンね、ちょっと忘れがちだわ、プラスボタン。おお、条約層ゲット。そうそう、そのこれ秘密の場所システムありがたいよね。あ、なんかあるじゃん。話すか。満月リングって装備した？もうこんな感じかな。満月リングって装備した？もう回収したかな。あ、装備してる。そう、満月リング装備した人に満月装も足しておいた。うわ、強そう。アニマルゾンビ。あ、これ強い強い。やばい、ボミオス。素早さ下げてくる人。あ、いけた。まあまあ強くなってきました。またレベル上げが必要そうだね。これか、石書。これ制限してるとこだよね。なんか厳しいな。これでもまだ早いよね、ここ来るには。一旦帰ります。うわ、なんかある。お、小さなメダルゲット。お、綺麗。なんや、夕日なんや、綺麗な。おお、どこ行ったらいいの？え、北でしょ？あ、北か。お。ちょっと強くなってる。すごっ。守りの種ゲット。うん、期待いけって言ってたね。種使います。あれ、あ、賢さの種。お前は一個口開いてんだよ、あれ。集中してる子供みたいよね。口開いてますね。あった。うん、山をぐるっと回るって言ってたよね。そうそう、満月草は人に持たせた方がいいよ。確かに。うん、そのさっき満月人に持たせとこう、後で、うん、リングつけてる人。で、これレベルが上がったら全回復するんや。そう、だから永遠にできるんだよね。まあ最初だけだけど、それは、うん、後でさ、レベル上がるまでそうやんな、だいぶかかっちゃうから。りんちゃんとかに渡しとこうかな。
22で持っとくか一応。だからそのなんちゃらリングをつけてる人多めで、くじけぬ心も装備できるんちゃう確か。本当だ、くじけぬ心、うん、あでも性格が苦労人になっちゃうやめとこ。いや別にいいと思うよ。毒消し草も誰か持っとくか。すごい別ゲームみたいっすよねこれ。あキラキラ発見。おお、ラックの種。このキラキラいいよね。運の良さ。おお、毒針がゲットできた、うん、毒針いいね。あのメタルスライムで欲しいやつ。そうね、くじけぬ心は NNB メンバーみんな持ってそう。確かに確かに確かにね。あレベルアップイエーイ、りんちゃんレベルアップ。おルーラゲット、ルーラ嬉しいね。あキラキラがある。整理すると種類別並ぶ。そうなんだ、やろう後で。ルーラ嬉しいよね。なんか怪しい赤い光があるんだけど。メタルスライムの群れいいな。いいね、メタルスライム狩りはいいよね。ルーラ大きいよね、嬉しい。お銅の剣めっちゃ持ってるなんだか、あこれか、シャンパーニアとあとノアニール。わあこんな直前で、うわ強そう。よだれ出てんだけど。おお軍隊ガニ。もうカニが出てきたんだ。このスクルと上げてくるやつちゃうの。爆弾岩、へえ爆弾岩でも使えるのね。うん、最後にあの自分が自爆する、ね、夜だしかも今。もしかしたら毒針ゲットできるかも。軍隊が分かんないけど、ファミコン版だから。お何何アルミラージ。このアルミラージを仲間にできるってこと。北西の森の奥ってことかな、多分。うん、そうじゃない。一応記憶しとくかすぐ忘れちゃうから。いん、おお。ね、軍隊が出てきました。あ毒針やっぱ、お道具屋でも売ってた。やっぱ毒針置いてるわ。今夜だから運よく夜に入れたのでちょっとゲットできるかも。何これ何これ、ノアニールいいところらしいよ
あ、やばい、なんか、あ、出ちゃった。え、どこ、道具屋。え、道具屋さんどこだろう。こっちか。あった、ここだ。こっちか。違う。こっちの部屋はどうやって行くの。あ、あ、入り口が違うのか。こっちだ。行きました。ここかな。それで